紹介いただきました、参議院議員の上野智子でございます。現在ですね、自民党の女性局長をさせていただいております。今日はですね、この鹿沼地区における高橋克典候補者の講演会の立ち上げ会並びに衝撃大会の開催、誠におめでとうございます。私は先ほど父のお話にありましたように、県会議員出身の国会議員です。そして知事のお話にありましたように、最後の最後に全国区で決まった参議院の前回の選挙の候補者でありました。あの選挙、皆さん覚えてらっしゃると思います。上野通子という名前も知らない、どんな人かも知らない、しかも逆風の中、絶対限りなくゼロに近い、あれですね、当選率という中でですね、よく皆様私を支えてくださったと思います。おそらくこちら側にいる議員の先生方は、私が絶対勝たないと思って大きく組み合わせていただきました。小林先生もそうだと思います。で、司会の先生方もなんでやんなきゃいけないんだ、でも負けられないという思いだけでやってくださったと思います。そしてよくゲリラね、ゲリラの街頭やってくださいましたね、あちこちで、私覚えてます。誰もいないところでもやりましたから、そのぐらい大変な選挙でした。それでも本当にいろんな報道関係の方々に聞いてもリサーチしても絶対勝てないと言われたんです。だからそんなのね、当てにならないんですよ、はっきり言って。ですからですね、今回は与党であり、しかもですね、支持率が高いんですよ。今の安倍政権、自民党もこんな中だと本当に皆さん安心しちゃうと思う。どうせ勝つべ、大丈夫だ、支持率低くないから、みんなが入れれば大丈夫だからって思ってらっしゃると、手挙げなくてもいいですけど、みんなそう思ってらっしゃると思います。でも本当こういう時は怖いですよね。ウサギと亀のウサギになっては絶対ダメだと思いますのでですね、ぜひとも私の時を思い出してくださってね、高橋さんも知名度ないと思いますから、あんまり私と同じように、ぜひともね、高橋克典真っ黒い顔ということでね、そうしていただければ、真っ黒い顔で分からなければ、趣味は炭焼きだそうですから、炭焼きやってる高根沢町長出身だった高橋克典だよ、それでも分からなかったらこれでも呼んでくれと、ね、チラシ持って、もうあれ黒人になっちゃうとチラシは持てないのでね、それでちょっと宣伝させていただきます。女性のためのパンフレットっていうのをね、今日お入なんです、ほやほや、出来たってほやほやなんですが、これ自民党の女性局、私のいろんなことを入れさせていただいてね、私の勝手に作ったものではないんですが、私の勝手に作らせていただいたと言ってもいいぐらい可愛いでしょ。これなら皆さん手に取ってくれるというものを作りました。中身も可愛らしく作ってます。こういうのを配るとですね、必ず手を出すのが子どもたちなんです。で、子どもたちを 手を出すと親も欲しがる。まずそこからお孫さんとかね、お子さんとかからでもいいですので、これを配りますので、ぜひとも受け取っていただきたいな。こういうふうにポチケスで留めてあるものは黒人になってからも使える。1枚ピラのリーフレットはもう使えませんからね。あと入会手続きも使えませんから、これ止めてあるものは使えますから、これを今から使っていただいてずっと使ってください。選挙終わっても使えますので、たくさん作ります。本当は14万しか作ってくれないっていうか、党本部の怖いもの幹事長が言ってたんですけど、栃木県も怖いんですけど、幹事長は2人ですね。でも栃木県はいいです。私が許します。たくさん使っていただきたいと思います。可愛いでしょ、石川先生。高橋さんがこれを持ってやるっていうの、ギャップがあっていいじゃないですか。ぜひともこれを使っていただいて、女性のことだけじゃないですよ、他のこともありますからね、子供のこと、それから、高齢者向きをね、おじいちゃん、おばあちゃんも育児参加しようということも、今度、施策にしますので、そういうことも書いてありますから、使っていただきたいと思います。で、私は公約させていただいた通り、この3年間、教育、人づくり、それから福祉の方を一生懸命にやらせていただきましたが、野党でしたので、言うだけは言わせていただきましたが、なかなか形になることはできませんでした。しかしですね、今度は与党です。一生懸命やらせていただいてて、教育でも少しずつ形にさせていただいておりますので、これから皆さんの力にもっともっとなれると思います。さらに私が人づくりを中心にさせていただいて、その作った人をですね、人が作るのが町です。町づくりは町づくりにやっぱりプロがやらなきゃいけない。
橋さんだと思います。高根沢という町をしっかりと支えて、そして大変な地震の時の災害一番大きかったんですから、高根沢そこをしっかりと支えてきました。そういうプロの方が私が作った人作りで作った素晴らしい栃木の人を使ってですね、町づくりを今度していく、この連携ができるのはやっぱり高橋さんだけだと思います。顔の怖いの関係ないです何回も西川先生おっしゃいますが全然関係ありません。もう一回思い出してください。自民党の幹事長、名前は言いませんが鳥取出身の大変怖いお顔をされていて、実は私明日明後日ですね鳥取行かなきゃ、都議選が始まってですね、幹事長都議選の応援にあちこち東京都内を駆け回るんだそうです。それで、幹事長からの命令でもないですが、あの方がいらっしゃると思うと、お前行けと言われたら嫌だと言えなくて鳥取の方に飛んでまいりますが、大丈夫、怖い顔もインパクトあるから絶対嘘つかないしね、怖いところあるし、きちんとやってくださる。それは西川先生当選させて分かってるでしょTPP の今壁になってますからね、命かけてやってる。本当にこの間もおっしゃってました、議員生命かけて命かけて俺がやるから信じてくれって。信じていいですよ、 TPP 何か問題あったら全部あちらに行っていいですから、私じゃなくてあちらに行っていいですから教育問題一つくらい私が見てください。そして町づくり、地域づくり、経済、しっかりとこれからやってくださる仲間もう一人増やしてください。そうすれば参議院のねじれも必ずなくなります。そうならないと大切な法案が全部廃案になってしまいます。これでは予算が決められてもなかなかそれが動きません。皆さん新聞とかでよく分かっていると思います。どうかですね、高橋さん、間もなくいらっしゃると思いますが、よーく顔を見てください。前ですからね、前だと後ろか分かんなくなっているけど、ここで話す顔が前になってますから、とてもいい人ですから顔からは分かりませんからね、その心をしっかりと汲み取っていただいて、高橋和則、炭焼きの和則、色黒いけどもしっかりと町づくりをする和則ということで